ビュルツブルグのレジデンツはドイツのビュルツブルグにある領主主教の宮殿。18世紀にバルタザール・ノイマンによる設計バロック建築様式を代表するヨーロッパでも屈指の宮殿である。建物内には様々な部屋があるが中でも有名なのは階段の間であり柱のない広大な吹き抜けに画家ティエポロの描いた世界で一番大きいフレスコ天井一枚画がある。 この吹き抜けは当時としては常識外れの設計で設計ミス絶対に崩れるなどと酷評されたが法術の技官でもあったノイマンは砲弾を打ち込まれても崩れないと反論した事実第二次世界大戦の空襲でここだけ天井が残ったその頑丈さの理由として健在に軽くて丈夫で耐火性がある業界岩を使ったことが挙げられるまたレジデンツの裏には 甲府庭園が広がる。1719年にビュルツブルグの司教に選出されたヨハン・フィリップ・フランツ・ホニシェーン・ボルンがマリエンベルク要塞から彼の公式の場を移すために建築された。1981年、庭園と宮殿前広場を含む形でビュルツブルグ司教館、その庭園群と広場として世界遺産に登録された。この世界遺産は 世界遺産登録基準のうち以下の条件を満たし登録された。ありがとうございます。